続きまして、ご来賓よりご挨拶を賜りたいと思います。本日、参加予定でした衆議院議員中山成明先生、どうしても地元で抜けられない集会が入ったということで、今回は、ご参加できませんでした。皆様によろしくお伝えくださいということです。前衆議院議員長尾隆様、よろしくお願いいたします。前衆議院議員の長尾隆でございます。素晴らしい眺めです。ここから皆さんのお顔をですね、拝見しておりますと、このお部屋は議員会館の中でも一番大きな部屋の一つです。満席になるような集会はなかなかありません。素晴らしいことだと思います。お互い人間的ということです。今お話がありましたように、中村ファミリーをはじめ、私などが全くきっちりと知らぬ状況の中で、以前からずっとですね、この問題に取り組んで来られた方々に心から敬意を表したいと思います。4月に沖縄にお世話になりました。今日私が発行しておりますメールマガジンにもその旨記させていただいたんですが、戦後我が国の沖縄振興政策という言葉のもとにおいて、先の大戦の沖縄における地政学的な位置づけ、そして大戦において今後沖縄の成してきた奇跡である、あるいは今後の在り方について、保守と言われる私たちも含め避けてきてた現実というものを一度自戒の念も込めて確認する作業が必要ではないか、これを確信いたしました。と申しますのは、振興政策という名のもとに中央からどれだけお金を引っ張ってくるかばかりが選挙戦ではなかったか、安全保障をいかにするべきか、日本の平和は沖縄で作られているというぐらいの自負心というものが当時はあったのだと思いますが、いつの間にか GHQ の占領下政策の下でゆでガエルのように知らず知らずに精神的にも武装解除させられてしまったこの現実、私がよく使う言葉です。先に知った者の責任として、今日この日を皮切りに沖縄だけではなくこの永田町という場所でもっともっとこの問題の重要性、あるいは深刻さというものを拡大していかなければならないという思いでいっぱいでございます。普天間第二小学校行ってまいりました。確かに危険なところです。しかしあの周辺には小学校が2つ、中学校が2つ、高校が1つ、大学が1つ、基地を動かすぐらいならば学校を動かした方がいいだろうと以前から私も思っておりました。そういう運動があったということも承知しておりますが、当たり前のその勢力が当たり前ではない国家を売り飛ばすようなイデオロギーのみで国を売る勢力に負けているというこの現実、握りしめた拳に爪が突き刺さる思いで沖縄を後にしてまいりました。
私は民主党で議員をさせていただきましたが、あの3年3ヶ月の中で様々な外交安全保障上の不手際によって、これ幸いにと私が言うのもいかがかと思いますが、今私は自民党員といたしまして、この国民の皆様の覚醒ということについて、私は共に皆さんと汗をかいてまいりたいと思っております。今日は西原慎吾先生のお話や、また多くの沖縄の真実の声に触れた我々は、これを覚醒していく、拡散をしていく、そんな一日でありますよう記念申し上げまして、私の挨拶とさせていただきます。お招きいただきありがとうございました。